疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、リアルマッコイズとウェアハウスのダブルワークスですかね、のエアホースのと、まあ、スウェットもちょろっと紹介していきたいなと思っておりまして、ちょっと私物紹介といたしまして、紹介していきたいと思っております。で早速、まあ、見てわかるんですけども、エアホースでしょう。でまあね、いろいろと持ってるんですけども、こちらはですねダブルワークスのウェハースさんのところで買ったものなんですけども、エアホースですね。後ろはこんな感じですね。のまあね、エアホースのこのマークがねどうしても大好きだったので、よく買ってはおりました。で次はですねリアルマッコイズのエアホースのこちらの T シャツをですね、実はですねもう一着新品な形でデッドストックで置いております。まあ、一着、まあ、どう着込んでどういう風に色はくすんでくるのかどうかっていうのを確かめたくてですね、こちら2着買いしております。まあ、こっち薄いですね。使ってたらやっぱり薄いです。で使ってなかったらやっぱ濃いですよね。まあ、当たり前のことなんですけども、そういった形でですね買ってはおりましたね。で次はですね、こちらリアルマッコイズのもう何にもないプレーンなやつですね、スウェットなんですけども、もうバシバシに使いましたね。こちらの方はガンガン使いました。でもうねもう縮むこともまあ想定してるんですけども、そういった形でですねよくねリアルマッコイズさんの場合はですねもうガシガシにバシバシに使っておりましたので、その点本当楽しめた、そうですね、楽しめた一着でもございますし、やっぱりリアルマッコイズさんはもう大好きでですね、過去の動画を見ていただけたら分かるんですけども、リアルマッコイズのフライトジャケットも結構買っておりましたので、 A2 とかもそうですかね、そういうことも買っておりましたので、やっぱりリアルマッコイズさんはですね大事に使っていきたいと思っております。破れてるでしょ、こっちの箇所もう破れてるぐらいまで使っておりますので、本当大好きで使っておりました。で今回ちょっと短い動画になってしまったんですけども、またですね、そうですね、アメカジ類もまだ載せていきたいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。今回はですねリアルマッコイズの T シャツとダブルワークスのですかの、T シャツもご紹介いたしましたので、まだまだ私物紹介できるものはございましたらまたやっていきたいと思っております。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。